間違えしました。マヒマヒリゾート&スパ。はい。よかった。名前、間違えてないよね。なんか、普通にこのステージの名前間違えるんですけど、ふざけてるとか、そういうの、本当全くなんか、もうスプラに敬意を持って、俺はもうふざけずに、もう、真面目に取り組んでるんですけど、ただね、名前だけちゃんと間違えるというか、覚えられないというか、難しいっすよね。相当、この、言いづらい。アンドがあるし、マヒマヒって、なんか、なんだ、マヒマヒ。何がマヒマヒなんや。暇なのかな？暇を持て余すリゾートみたいな。裏の意味がありそう。敵全然来ないんですけど。これはもう俺、ヌチャピットですかね。ちょっとね、やっぱ前も言ったんですけど、ランク帯が低いから、意外とね、敵がね、初心者が多い。おぉ、危ない。ちょっと危険だ。こっちから行けるから、こっちから行っちゃおうか。いや、でもスプラ2よりスプラ1を先に始める精神。すごいっす。やっぱ、力やな、なんか誰かついていってるんだけど。なんか落ちてったし、そこ行けないぞ。なんかめっちゃついていってるぞ、仲間が。まあでも、いいか。教えてあげた俺が。こっから行けるんだぞって。やべ、リスキー入っちゃった。仲間が。ほら、リスポーンにいた。もういいや、もう。さあ、ブロッカー。え、マジで敵に合わないんだけど、どういうことこれ。痛い。こんにちは。これちょっと上からシャワー見てるんで、やべ。あ、待って、そこ飛んでくるの危ないよ。これバリアル。守った。ほら、バリアルぞ。え、これか。あー、うまい。なんだこれ、シャムマカか。シャムマカ意外と、飛ぶ速度速かった。いいんだな。じゃあ周り塗りまし、もうピンチついてるけど、いいんか相手。俺まだシャープマーカーと、あとちょこっと映ったローラーしか見てない。回線落ちしてるわけじゃないんですけどね。オッケー。まあやられてるけど、塗り場所はちょっと危ないぞ。ちょっとバリアがないと守れない。てか、バリア守れんのすごくない？インクアーマー。あれ、なんか濡れてない。インクアーマーとちょっと似てますね。インクアーマーが派生したってことある。てか、そこ飛んでくるの危なくない？大丈夫？ここ危ないからね。あれ、今いたんだけど、寝かなかった。いや。はい。ちょっとピンチついてるの、なくなっちゃったのが、怖い。頑張れ、みんな頑張れ。塗ってくれ。全然敵合わなかった。やばいよな。どこにいたんだろうな、みんな。これわかんないな。いいんちゃん濡れてる。あー、ギリギリだ。真ん中ちょっと取られてたから。心配だけど。よし。いい感じ。ちゃん、すごい。ちゃんと平和よな。俺結構スプラ1。あれだと思ってた。荒れてると思ってた。ちょっと、荒らしというか、悪い能力を使ったものが大量に溢れてるって聞いてたから、ちょっと怖かったんですけど、全然今俺がやってるマッチは平和ですね。すげえ平和。マジで、ほんとランク上げるのには最適。塗ったポイントがもうそのまま加算されるっていうのがスプラ1のいいとこ。決まってないからね。ランク上がりやすいのかな。50までしかないんですけどね、スプラワンで。みんなブイブイ言ってるから、ちょっと。なんか、塗ってるとこしか見せられなくて。でも、マヒマヒ&リゾート&リゾートスパ。ごめん、マヒマヒリゾートスパ。みんな、見といてください。ゆる。あ、チキチキって言ってた。いて。やばいな、洗濯機出るな。これ、こっちからきつそうだね。こっち側なの。はっ。倒せる、あれ。え、書いてた。えら。こっちから行っちゃいましょう。お、ナイス。なんでみんな、マジで塗ってるだけで。そんな倒さず俺は勝ちないんや。全然。ガチでやったら100キルするで、俺。
百キル見たいか。弱い者いじめだぞ。百キルは多分時間的には無理だけど、そのくらいの勢いがある。うん、やっぱバリア強かった。今の相手見てるとバリア強いなって思うけど、敵がいないとこ侵入して塗るのがね、俺一番気持ちいいと思うんだよね、スプラッシュ。野球で言うとさ、ピッチャーってさ、見逃し三振取った方が気持ちいいって言うじゃん、空振り三振で。いい人もいるんよ。キルするのも楽しいと言うけど、塗って勝つのが好きな人絶対少なからず出ると思う。もしかしたら俺その部類かもしれない。塗るの好きだわ。いねえし。なんで俺がいる、え、なんでいないの、なんでいないのこれ。せっかくバリアでね、守りたいんですけど、頑張ってるのにな、もったいないな。自分を持って味方を守れる最適スペシャルだよ。ヒューインだよ。こっちから入るか。あー大丈夫。え、そこ飛んでくる、やばくない、これも使えばいいか。無理や、待って、降りてきた、あ、消した、見て、ボム消す、すごくない。そうだよ、忘れてた、いるんや。じゃあここ来ていいのか、戻って怖いよな。あ、いっぱいいる、いっぱいいる、ごめんね、濡れ目の後ろ。あの、よかった。守れた。あの、ボムも消せるのいいよな。バリア、結構使い道があるんですよ。ゼロキルで勝った。